崎市内とどろき緑地内にこのほど完成した美しいサンクガーデン前で町に緑を増やす植樹式が行われました。これは住みよい町を作ろうと川崎市内で広まっている緑化運動の一環として市が市民の代表を招いて行ったものです。早速緑地内に子どもたちや関係者の手で記念の植樹が行われ緑化への関心を高め合いました。緑は汚れた空気を浄化し人の心を和ませてくれます。私たちの周りにこうした緑や花をもっともっと増やしていくようみんなで努力していきたいものです。一方緑の中で子どもたちが安全に過ごせるよう市内で4つ目の児童交通公園が上平間に開園しました。これは子どもたちが遊びながら交通知識を身につけられるようにと市が総工費およそ2000万円をかけて作ったもので月曜日を除いて毎日開園しています。自転車、ゴーカート、豆自動車など幼児から小学生までが楽しく遊べるとあって連日大勢の子どもたちでにぎわっています。